肩こり。多くの少女がそうするように、私もかつてはおとぎ話に憧れた。だけど特別な才能も持たない平凡な私を待ち受けているものはいつだって平凡で、私ではおとぎ話のお姫様にはなり得ないのだと気づいたのはいつの頃だったか。それでも願わずにはいられない。平凡でもいい、たくましく育ってほしい。違う。いつかは私も誰かたった一人の特別に。とある午後。やっと来た。あしか言わんのか。お待ちしてましたよ。今王子金也か。お前な。先輩を待たせるとはいい度胸だ。最初の言葉しか君たちは話してくれないんだね。まあいっか。もうここに至ってはボイスが入ってない。これで全員揃ってな。なるほど。青山くんと北王子金也と要くん、この3人が揃ったわけだ。ねえ。誰だお前は。もう全員揃ったんじゃなかったのか。こっち来て。たーく。全員揃ってからまたまたいっぱい出てくるじゃないか。今さら緊張してるのか。みんなあんたの登場待ってたんだ。そうだな。そうだな。まただ。また新キャラか。君自身がスカウトした仲間と俺たち、ここにいる全員が君を待っていたんだ。おや。どうして驚くんですか。あ、こっちは新キャラじゃなくて北王子くんだ。誰よりも新人だったマトリのあなたは、今では僕たち一人一人にとって特別な存在なんです。与えるキャンディーはもちろんベルターズオリジナル。特別か。あんた今やスタンドの立役者だからな。いやー、いやーじゃなくて本当ですよ。根性あるよね。渡部。スカウト始めた時はびっくりしたけど、結局こんなクセ者揃いのメンバーから愛されちゃって。渡部、お前は誤解を招く言い方をするな。でもちょっと当たってるかも。お前ら笑いすぎだ。確かに多少不揃いな俺たちの中心に、ほんのいつもお前がいる。うん、うん、そう、君が中心にいてくれる代わりに、ここにいる全員は君が困った時にいつでも駆けつけるヒーローってこと。ヒーロー、君がいなきゃ始まらない。あんたがいなきゃバラバラだ。みんなバラバラだ。バラバラバン。お姉さんがみんなスカウトしたんだから責任取ってよね。ちゃよし、準備はできたな。みんな揃ったな。出発だ。えいえい、おースタンドマイヒーローズ。というわけで、良い子の皆さん、ごきげんよう。皆さん、お外に出れないことも多いと思いますが、僕も外に出れません。というわけで、今日はね、普段はやらないゲーム、僕はあんまりそもそもゲームをそこまでしないのですけど、てか全くしないと言っても過言ではないのですけど、こんな時勢ですからね、たまにはゲームでもしてみようかなと思います。はい。しかもそのゲームもね、普段絶対やらないような乙女ゲーなんかやっちゃったりしてね、これを機にね、女性視聴者を増やしていこうというね、そういう邪悪なる野望を企てておるのですよ。はいはいはい。どうする。はい、全部読んだ全部。速読。どうする。名前を決めなきゃいけないのか。泉といえばな、ピン子だろ。はい。ニックネームぐらいはね、自分のね、人気で確定。はい。OK。誕生日は、じゃあ11月。オッケー。じゃあ、タップスタートかな。見て、コーヒー牛乳の領収書。うわ、1万円もするよ。本当に。ちょっと待って、このレジ壊れてんじゃないのか。スタンドマイヒーローズ。イェーイ。続き兄弟。本当、すぐ終わるから。何が。世の中に無駄な時間はない。なるほど、すぐに終わるってことね。苦情家。時間があんなら腹筋すんぞ。何を言ってんだこいつは。俺を選ぶの。いえ、報酬はきっちりいただくぞ。おい、30円だ。こういう時は紅茶でもいかがですか。いや、私はあえてコカコーラをお願いしたい。落ち着いて待つんだ。嫌だ。
お前ら待ちすぎだ、大体。さっきから、さっきから。放課後まで、もうちょっと、待ってて。学校に行ってませんからね、こっちとらね。俺を選んでくれたら、花丸をあげます。え、絶対嫌だ。光、じゃなくて、光だよ。あ、そう。俺の虜になるまで、返さねえよ。ああ、そうですか。じゃあ行かねえよ。ようこそ。我が瀬尾研究室へ。何の研究をしてるんだ、お前は。マトリ、麻薬取締官。今日も頑張ろうな。よし。論文でも読んで待とうか。よし。俺以外を選ばないでよね。嫌です。てか、お前が自分の嫁以外を選ぶんじゃねえぞ。のんびりと待ちましょうか。あ、北尾寺金也だ。退屈だね。本当だね。エクササイズマシンでも乗るか。筋トレ好きなやつが二人もいるぞ。悪い。もう少しだけ待っててほしい。嫌です。警視庁捜査一課。私を選ぶのですか。いえ。なんだ、俺を選ぶのか。みんな選ばれたいのか。来た来た。お前のこと待ってたんだよ。待ちすぎだ、お前ら。 お昼寝タイムだね。寝てろ一緒。キスするのにちょうどいい時間だね。いいえ、何で来たい。暇なら牛乳飲む。いいえ、コカ・コーラと言っただろうが私は。ねえ、どこ行くの。どこにも行かねえよ。こんなうるさ騒ぎでな。俺たちの世界にようこそ。どうも、帰らせていただきます。あ、一周した。一周したようだ。本当、すぐ終わるから。何がだよ、だからよ。何する気だよ、お前よ。すぐってお前、あれか、ソロか、お前は。てか、ゲーム実況ってこういうもの？すぐ終わるから。世の中に無駄な時間はない。時間が漏れ報酬、こういう時、落ち着いて待つんだ。放課後待って、落ち着いて待てねえよ、投げえよ、早くしろよ。じゃあもうここのカット。あ、でん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 、ズンチャズンチャチャ、ズンチャズンチャチャ、ズンチャズンチャチャ。ヘイ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 。イケメンが大集合。イケメンがいっぱいだ。君はこのイケメンに囲まれて、愛という剣の大冒険に出発だ。人はみんなお金がある方がいいと言うけど、実際は顔だ。だからこのゲームの世界にはイケメンしか出てこないのさ。ヘイ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 、飛び出そうぜイケメンの世界。楽しくなくても顔が良ければそれでいい。鏡を見るたびに芸術品に会えるのさ。ジューン、イエース、コリプレゼント、スタンドマイヒーローズ、イエース。おい、北大泉金庫、ほら、芸能界の大御所を呼び捨てにするんじゃねえ。俺は君の頼れる先輩、青山キラ。ちょっと音がでかい。心配なことがあったら何でも言えよ。はい、よし。早速だが泉、新人のお前は仕事をしながらパズルを進めてくれ。どういうこっちゃねん。納得してない顔だな。はい、先輩がまさか新入社員の僕に、あたいに、新入社員のあたいに仕事をサボることを推奨してくるとは思いもよりませんでした。じゃあ一生懸命サボらせていただきます。大丈夫だ、俺たちと一出し困ったら俺が何とかする。あとは任せた。今回のチームリーダーは俺だ。この愚か者のスタースクリームめ、俺たちブサメン、あ違うな、サブメンもサポートするぜ。ターゲット、どういうこと？あのね、普段あんまりゲームをしない。本当にゲームをしないので、こういうのいきなりパッと出されても、わからんのですよ。先輩、このゲームどうやってやればいいんですか？教えてください。こいつの顔を叩いても何も起こらないぞ。ここを叩いても何も起こらないぞ。どうすればいいんですか？このドーナツは何ですか？ターゲットって何ですか？スコアがよくわかりません。すいません、先輩。ゲームの進み方を教えてください。どういうこと？あ、動く。動くぞ。こいつ、動くぞ。
でどうすんの？え？ああそういうことね。3つ並べろってことね。3つ並べればいいのね。え、終わり？終わり？わ、わ、どんどん人が死んでいく。人が消えていくよ。ああ。なかなかやるな。すいません。全然よくわからないですけど。イエス、イエスコアだ。スターはストーリーを進めるのに重要だぞ。はい。そういうことじゃなくて、ゲームのやり方を教えてほしかったです。おめでとう。メンバーとの絆が深まったな。そうですか。でも、俺からすると、あ、この人たちは大事なことを教えてくれないんだな、っていうので、ちょっと、みんなにさんに対する信頼度が下がりました。正直言って。やれやれ。ログインボーナス。ケーキが欲しい。あ、嫌うなしにこっちから取っていくのね。そういうのはないですよね。ログインボーナス。クリスタル15個プレゼント。よし、7夜に、チョコだ。7夜、7夜。クリスタル125個プレゼント？イエーイ。7夜にチョコだ。よくわからない。初ステージを終えて。待ってたぞ。待ちすぎだ、お前たち。ここは俺たちのホームだ。早速仲間をスカウトするか。忘れたのか？スカウトもお前の大事な仕事だ。行くぞ。いい仲間に出会えるといいな。おでさん、1時間ですべ稼げるお仕事をしませんか？魅力的な彼らとパズルやストーリーを楽しみましょう。早速ガチャを回してみましょう。最初の仲間は？ガチャを回せばいいのね。ガチャってこれね。てかまあ、ここが光ってて他が暗くなってるから、これをやるしかないんでしょうけど、こっちしかできないんでしょうけど、ガチャを回しますか？回しますか？それしかないんだろ？ガチャポンが。なんだこれは。先輩！これはどうすればいいんですか？教えてください！先輩！キー先輩！あの先輩の野郎、こっちがわかんねえっつってんのに教えてくんねえんだな。矢印をタップしても何も出てこないぞ。あ、なるほど。こっちに動かせってか？これ離すとピュンって飛んでくやつ？ふいやー！ひゃー！あー！気球だ、気球に乗ってる。あー、僕も気球に乗りたいな。あー、みんな気球乗ってく、どこに飛んでくのかな、乗せてー。わあ、わあ、夜になっちゃった。すごい、お月様が綺麗だな。わあ。たまには、あんたから俺に触れてほしいな。逆セクハラ。誰だ？お、超激レア？山崎かなめ。さっきお前いたな。クルガリデートは突然に。オッケー。やったー、なんか激レアが。やるな。やりな、最高の仲間をスカウトしたな。あんた、ことが終わってから出てくんな、おめえはよ。きっといいパートナーになる。順調なスタートだ。さて、寂しいが、ここで俺からの案内おしまいだ。あんた、まともな案内一個もしてねえじゃねえか、おい。不安そうだ、不安だよ。てめえとこれから仕事していくと思うとな。迷ったらパズルステージを進めろ。現実逃避ということですか？仲間たちがみんなお前のことを待ってるよ。待ってるというか、今やか今かと泉に会いたがってる奴が数名。まあ、えなりかずきはいないだろう。今日はここまで。なんでお前が泉を独占するんだって誰かさんの声も聞こえてきそうだし、角の卓造だな。大丈夫。俺も仕事しながらあっちで待ってる。どっちだよ！いいな泉、大変な道のりだと思うが、この世界でお前だけのヒーローを見つけてくれ。お前じゃないことは確かだな。どうすればいいの？くすぐったいだろ。仕返しされる覚悟できてるんだ。何をしたお前。何このプレゼントって。え、これ受け取っていいの？受け取る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 。キモい人形。受け取る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 。どうすればいいのこれ。プライベート見に行こう。誰だお前。彼をなでなでしてみましょう。親密レベルが上がります。プレゼントを送って仲良くなりましょう。
彼との距離が縮まったら彼プロ進めてみましょう。親密レベルが上がるたびに良いことがあります。まあ、ホストね、これね。タッチしたりプレゼントを送ったりすると彼からお返しをもらうことがあります。もらったお返しは思い出アルバムで振り返ることができます。お返しをもらうと特別なストーリーを読むことができます。彼にも機嫌がいいとき悪いときがあります。いつも仲良しな彼に会いに行かなかったり、他の人にプレゼントをしたりすると彼が不機嫌になることがあります。指名かぶりってやつですね。プレゼントをあげたりなでなでしたりするとかえって普段より仲良くなるかもしれません。ごめん、指名かぶりはお客さん側だった。この地雷って言うんだよ、爆弾って言うんだよな。バジラじゃねえ、爆弾。彼も大人なので、いずれ機嫌は自然治ります。ほう、大人なんだ。彼の機嫌が良くなることもあります。ご機嫌状態は彼との距離を縮めるチャンス。特定の二人の親密レベルを一定までアップさせると、プライベートな会話をこっそり聞くことができます。ほう、模様替えではプライベートホーム画面の背景画像を変更することができます。おい、なんだ、クソ、ナルッチですに食べログ順位を抜かれた。この執拗に檻の周りをうろつく、最後まで読ますのボゲ。じゃどうしよう、タッチタッチ、なるほどね。えいえいえい、乳首がええのか。どうした。ああ、なるほど。おい、よし、ここは、おお、よし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 、ああ、よしよしよし、よしよしよし、喜んでますね。よし、こうなったら今日は特別大サービスだ。ほらほら、下の方がええやろな、あ、ここがええのやろ。あれ、あんまり上がらないな。しかもなんか出てきたし。ほら、ええやろ、ほらほら、股間の方がええやろ。ああ、お兄さん、ここも、大きくなってる。どうだ、あ、立派、すごーい。バカみたい。模様替えてできるの、設定値広い、あ、ここ、広いの部屋かよ。エレガントにしようぜ。まあ、なんかやだな、こいつがエレガントのところに、な部屋にいると。マリン。ナチュラル。ナチュラルがいいね、一番ね。戻る。で、プレゼントは？っていうかさ、他のキャラおらんの。違う。戻る。で、さっき、捕まえてきた子、キャラクター変更ってあるやろ。これで、あいつどこ行った？あの、さっき、こいつや。お前も乳首がええのか？お前も乳首が、右の乳首、左の乳首がええのか？ちょっと。乳首は嫌いか？じゃあ、やっぱここか。お客さん立派。ちょっと。なんか、よし。じゃあ、俺はせっかくだから、このガチャで引いた。山崎かなめくんを、よし、このキモい人形あげよう。え、スワイプどうすんの。ほらどうぞ。いや、お、声が上がったぞ。なにこれ、戻る。今日の株価はいい感じ。お前株やってんのか。首を絞めてやる。ここ耳を撫でると喜ぶ人いるよね。あ、耳が好きなのね、君はね。なるほどね。よーし、あとなんかできるかな。模様替えしよう。こいつはエレガ、あ、いや、闇だ。これでいい。よし、結構楽しんでるな俺がな。よし、思い出のアルバム。あんなこと、こんなことなかったでしょう。秘密レコードって何？なるほど。よーし、じゃあ戻ろう。あと何をすればいいんですか？くすぐったいだろ。仕返しされる。何をすればいいんですか？ストーリーってなんだ？待ってたぞ、俺はユイ、マトリの先輩だ。ここで会ったが100年目、早速で悪いが君の血を。いきなりイズミを怯えさせるには得策ではないか。
ウォン、失礼。そう青ざめないでくれ。君は素晴らしい場所に来たんだ。ここで君は好きな人と恋ができる。本当に？そう、夢のような場所だ。そもそも恋が何なのか知ってるかって？全く。俺が君に抱いてる感情は恋に近いものだと自覚しているが、急に告ってきたぞ、こいつ。違うんだよ。俺が見たいのは、さっき弾いた、かなめちゃんだ。そうだ、お前だ。第ゼロ章。本編。イベント？何これ。これどうすればいいの？本編？まず本編を進めようね。プロローグ。解放して読む。ストーリー01。01！証拠ゲット。なんだここは？マトリが薬効体質を手に入れたそうだな。そろそろ正式入庁の時期に差し掛かってるらしい。そいつをぶっ飛ばせばいいんですね。なんでそうなるの？それにしても逆光体質ですか。世相が動くかもしれませんね。ふん、どうせ眉唾者なの。まだ疑ってるのか。確かな筋から入った情報だが、俺はこの目で見るまで信じない。あ、こいつか。この薄汚い世の中じゃ正直バカ正直に信じたやつから死んでいく。信じられるのは自分と金だけだ。こいつどんな声だったっけ。人間なんて所詮一人だからね。それより腹減らね。ごちゃごちゃ小難しい話してねえで昼飯にしようぜ。終わり。続きを読む。ふふ、それでは昼食を用意しましょう。頼む。え、俺焼肉な。誰が喋ってんのか分かんねえから、せめてセリフが出てるときは口パクしてくれ。ちょっと、それじゃあ問答無用で全員焼肉になっちゃうんだけど。私にはレバーを。それに加えレバーとレバー、さらにレバーだ。スパムみたいだな。ほんと自由主義っていうか、ゴーさん一人で大丈夫なの？しょうがねえだろ。一番料理の腕がいいのが宮瀬だ。振動は何でも焦がすからな。お前は牛一頭丸ごと焼くんじゃないか。森光子か。は？5人もいんのに牛一頭ポチで足りるわけねえだろ。5。承知しております。小さく笑いながら宮瀬は静かに部屋を後にした。奇妙な主従関係が仕掛けた九条家の人々、世間では黒と噂される彼らの隠された内面を私は徐々に知っていくのだ。To be continued! 終わり？終わりか。じゃあ戻ろう。関さんには、青山商事が失敗薬を出した時に救われた。あの時のまっすぐな関さんの目は忘れない。その時の主な。関智一さんにはお世話になっておりますっていう関智一じゃないと思うけど。はい、じゃあどうしよう。じゃ、困った時はパズルをやれって言ってたから、パズルをやろう。パズルをやるぞ。よし、パズリだ。あ、お前が関智一か。よく来たな。自己紹介を忘れていた。俺は関智一、スネ夫やだよ。スネ夫噛んじゃった。マップを進むたび新メンバーとの出会いがある。いい仲間をスカウトしてほしい。最初のスカウト対象者は、ああ彼か。結構手強い相手だと思うが。大丈夫か。俺が見守ってるよ。
ここではストーリーを読みながらパズルを遊ぶことができます。メインストーリーでは様々なキャラクターが登場するストーリーを読むことができます。イベントマップは期間限定です。特別なアイテムを入手することができます。キャラクター本編マップでは各キャラにスポットを当てたオリジナルストーリーを読むことができます。まずはメインストーリーシーズン1に挑戦し、たくさんのキャラクターをスカウトしましょう。オッケー、じゃあ行くぞ。シーズン1、コネクティング。1、パズルスタート。おすすめ構成、長押しでメンバー変更。メンバーを変更しよう。おや、あ、北王子金也じゃないですか。僕です、北王子です。もう新しい仲間をスカウトされたんですね。さすがピン子さんです。そうよ、芸能界長いからね、あたいが声かけりゃ。ちょちょいのちょいよ、僕もピン子さんのために何人かスカウト済みです。お、やりな北王子。いいですか、迷ったら僕を連れて行ってください。この画面ではチームを編成することができます。画面ではキャラクターカードに関する様々なことができます。まずはチーム編成でパズルマップに挑戦するチームを編成しよう。絆プラスではパズルマップを攻略する代わりに、エビや絆キャンディーを使ってカードの絆レベルを上げることができます。エビ？絆キャンディー？エビ？エビとキャンディー？ダイアリーはメモリーと呼ばれるアイテムを消費することでキャラクターカードとの思い出を深めることができる機能です。一部の SSR カードはスタンドアップを行うことができます。ビクトリー。カード図鑑では今までにゲームに登場したカードの情報やスカウト状況などを確認することができます。モデル鑑賞は好きなカードのキャラクターモデルを背景や時間帯を設定して鑑賞することができるモードです。好きなシチュエーションで彼と触れ合おう。ホーム設定ではホーム画面に代表する、表示されるカードやキャラクターカードや背景を設定することができます。毎日会いたいお気に入りの彼を設定しよう。カードをスタンドアップさせるとイラストを変更することができるようになります。変更したイラストは各種画面で表示されるカードアイコンにも反映されます。なるほどね。こいつはリーダー、さっきの青山貴さん、関智和、小島、渡部だよ。ゆい光太郎、こいつ気持ち悪かったからな、変えよう。そうだよ、こいつだよ。こいつが俺の推しメンだ。よし。でもなんかさっきのやつ見てると、こいつなんか別のチームの人っぽいよね。なんか一人だけこいつがいて変な感じだよね。こいつストーリーに何か影響あんのかな。よし、チーム。よし、これだ。あ、チーム名変更。よーし、何しようかな。リステリンズ。ズミじゃねえ。リステリンズだ。よーし。なぜかって、今目の前にリステリンがあったからさ。オッケー。よーし、リステリンズ赤アタック。よし、リステリンズ一緒に行こうぜ。よし、スタート。スタートだ。リステリンズアタック。ダウンローディング。数ヶ月前、みんな配置についたね。課長である関大輔、友和じゃないのか、がインカム用イヤホンから流れた。はい、オッケーです。うん、オッケーです。はい、オッケーです。はい、オッケーです。オッケーです。全員が持ち場に着いたことを確認して、ああ、タップしなきゃいけないのね。打ち合わせ通り、打ち合わせ通り0時ちょうどに突入する。何度も言うが相手はマフィアだ。全員銃を持っておいてもおかしくない。いいな、十分に気をつけてからかかろう。はい。マトリになって何度目かの突入。失敗したことこそないけれど、役に立ったこともまたないのだった。今回こそは、あと2分、絶対捕まえる。絶対、絶対。
何はなくとも、その時視界の隅にちらりと人影が見えた。こんな場所に通行人？え？一度に4つ揃えてひらめきピースを作りましょう。ひらめきピースを使うと縦や横にピースを一気に消すことができます。へえ。横の4つで揃えた場合、縦のひらめきピースが出現します。チームメンバーにレディーと表示されると、パズルスキルが使えるようになります。スキルターンは1ターンに1減ります。サブメンバーはスキルを一度しか使えません。すいません、そんなことより通行人を追った方が良いのではないでしょうか。先輩先輩、パズルなんかやってる場合じゃありません。先輩先輩、追った方がいいと思います、奴らを。パズルなんかやってる場合じゃありません。先輩先輩、でもその顔はパズルをやらないともう許してきれない顔ですね。わかりました、やりますけど、絶対にこんなことをしてる場合じゃないと思います。ここ5個いけるで。わどんどん人が消えてく。わ、人が消えてく。わ、あ、縦に一気に消せる。えい。わー、みんな死んじゃった。これで読んで、わ、これでほら、あれ、なんだろう、すぐ終わっちゃってつまんないな、このパズル。もう終わり？もうちょっとやりたいんだけど、やるならね。うん、もうちょっとパズルで遊びたい、やるんだったら。先輩、まあそんなこと言ってる場合じゃないか、通行人を追いましょう。なんでお前の好感度が上がったりねん、勝手に。俺プレイヤーの、なんかプレイヤー視点からするとな、お前の好感度ダダ下がりだぞ、さっきからな。なんやねんお前、勝手に5問持っていきよってが。翌朝、はあ、もう最悪。あの時、男の子が2人タバコをふかしながら自転車で近づいてきた。こんな森の中で悪いやつだな。関さん、通行人を発見しました。安全確保のため一旦持ち場を離れます。了解。まさかここから声を張り上げて注意するわけにはいかない。私は足音を忍ばせて少年たちに駆け寄った。タバコ吸ってんの少年たち、悪い奴らだな。危ないから近づかないでと注意した途端だった。なになに、麻薬ジーマン。あー、もしかしてテレビでしょ。テレビに映んの俺たち。頭悪そうだね。面白がるような大声が響く。静止する暇もなかった。結局私たちの存在を悟られてしまったがために、不意打ちで突入することができる一番の狙いだった大物を目の前で取り逃がしてしまった。私のせいで。いや、お前のせいじゃないって、関さんのせいだって。あんな時にパズルなんかやらせてる、関さんじゃねえや、あいつのせいだ、あいつ。そうか関、分かっているならこれ以上俺が言うことはないよ。それに何も君のせいばかりでもない。そうだ、お前らのせいだよ。そうですね、一般人の安全を優先しようとした判断そのものは正しかったわけですし、うん、ただあの状況でパズルをするという判断は絶対に間違ってるぞ。相手はあのマフィアだったからな。万一あの悪ガキ放置して流れ玉にでも当たったらって考えると、殺せ。セカンドベストとまではいかなくてもマシな方だ。いや、だからパズルをね、つうかどっちかっていうと悪ガキ二人のせいじゃない、いや、パズルをしたことが。君は、俺は君の金ださえ無事ならそれでいいよ。お前は黙れ。みんなああは言ってくれたけど、とても頷けない。もしあの場にいたのが私以外の誰かなら、きっとあんなことにはならなかっただろう。少年たちの反応を瞬時に予測し、もっと上手に対処していたはずだ。そして私にはそれができなかった。こんなんじゃダメだ。何のためにマトリになったんだが。麻薬取締官、通称マトリ。薬物犯罪を取り締まる。正義の味方。全国でたった200人しかいない。狭き門にもかかわらず、ただの薬剤師だった私が今、こうしてその一員でいられるのには、理由があった。寝たのか。薬効体質。それは何種類かの麻薬に対して、耐性があるという極めて珍しい特異体質。なるほど。
世界でもまだほんの数例しか発見されていない、その特殊な DNA 配列がなんと私の DNA に見られたという。へえ、それで取締官になるの？麻薬研究のおもちゃ、裏社会の取引材料、そのどちらにもなり得る私にもう一つ与えられたのが、まあ、鳥になりという選択肢だった。なるほど。じゃあこの主人公はいろんな麻薬に対して耐性があるから、その研究用にこの取締りのマトリのねところに入ったってわけね。だとすると研究所に、でこの人研究をメインにやるべきであって、こいつに突入まで一緒に行かせようとしたやつが悪いんじゃないのかな、知らないけど。うん、そもそもお前があそこに行ったこと自体が間違ってるような気がするよ。なんだろうね。はい、というわけでですね、今回はこのスタンドマイヒーローズというゲームを進めていきましたが、まあどうでしょうね、あのパズルをねもうちょっと楽しみたいと思ったんだけど、パズルがものすごく短いですね。はい、なんでまあどうしようかな、まあいろいろ悩んでみますが、まあ面白かったらまた、面白いかなと思ったらまた続きもやっていこうかな、プレイしていこうか、いこうかなと思いますのでね、まあよろしければまあもう次やったら見てね。というわけで今日はここまで、本日もお付き合いありがとうございました。バイバーイ。